はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。ドラゴンクエスト4続きをやっていきたいと思います。前回変化の杖を手に入れましたので、そのままですね、ミントスから南下してリバーサイドを経由し、巨人像だっけを抜けて魔物の拠点であるデスパレスに行きたいと思います。ここら辺の情報とかって誰かくれんのかな。ちょっと船がリアルだね。上陸できるか。できる。その昔、人も乗り物を使い空を飛んでいました。しかし地獄の帝王がその乗り物の源を奪ったと伝えられています。多分それは地獄の帝王とともに地の底に封じ込まれたのでしょう。そういう設定か。あ、やった、小さなメダルゲット。ちょっと待ってね、下に降りる階段があるけど、行けるところ行きたい。にゃーん、武器屋さん。まどろみの剣、ドラゴンキラー。ここら辺はもういらないな。で、後ろに何かあるか。槍。この斧はバトラックス。武器。町の人たちってみんなレベルいくつなんだろう。で、道具屋さん。まあ、いらないな。これ話せんのか。いや、船からじゃないと話せないか。ちょっと重い。この島の奥地には魔物たちの城がある。しかしそれを確かめに行った人は誰一人帰ってこない。なんか墓石のところにアイテムとかないかな。なさそうかな。階段があるね、行ってみようか、せっかくだし。これなんかさ、さっきの真ん中の小島に出そうじゃん。出たー。意味ない、戻んなくては。なんかここら辺重くなるな。こっちに話そう。ようこそ川の村リバーサイド。それにしてもあんたたちの船立派なもんだね。やっぱり外の海を旅する船は違うな。こんなんで外の世界旅したらお前一気転覆するぞ。ちょっとこっちに上陸しよう。あたしは見てしまった。この川を南に向かったところに大きな像が立ってるんだけど、その像が歩くところ、あんな像があるって言ったら他の人たちも目撃しそうだけどね。これ何これ。お、金のブレスレット。なんか防御系かな。でも今割と装飾品はいいのつけてるからね。満月草特にいらない。まあ宿屋には入ってみ、あれ、なんだ、びっくりした、人がいねえと思った。こいつサボってたな。まあ、ただ何かアイテムがないか探しに来ただけだから、宿屋そのものに用はない。防具の店、魔法の方位、ドラゴンメイルもういらない、鉄の盾もいらないっしょ。ドラゴンシールドもう特にだな。鉄兜、鉄仮面、買うもんは何にもない。でここも一応入れるか。あれ、ちょっと洞窟みたいなところがあったね。まずはアサロ。よし、小さなメダル。ほほう、世界中を旅してると。では私が作った空飛ぶ乗り物をお売りしましょうか。はい、くれと言いたいところなんですが、実はまだ研究段階で完成していない。空気より軽いガスがあれば飛べるはず。にゃふーんって売り物にしようとしてるんだね。まあそりゃいきなり空飛ぶ乗り物があったら売れるだろうけど。いやいや、この釣り場が見つかってしまうとは。ここはわしだけの穴場じゃ。どうか内緒にしてくだされ。これより南に進むと魔人像。俺さっきなんて言った、邪神像みたいな感じで言ったよね。ちょ、もういけねえんだけど。あ、どうだこうか。ここはこんなもん。リバーサイドって魔物の本拠地から近いからね。邪魔しよう。これでもうここに魚は集まらないだろう。で終わりか。さて、じゃあそこからこんなんだったっけ。なんか意外にダッセーな。
顔がダセーな。あれ、なんか建物がある。建物っていうか、神は自らの涙をその手に受け止めると言われています。どうぞ気をつけていかれますように。一応ヒントっぽいヒントだな。何にもないか。ここはただ最後の鍵がないと入れなさそう。ちょっと周りは一旦見てみよう。何にもないか。なんかポコってね、壺とか樽があって、小さなメダルが入ってるかもしれないんで。さてどうする。ちょっと周りから見ていって、あとは敵がどれくらいか。アームライオン、イオラ使うか。ミネアをどうするかだな。イカズチの杖か、それとも攻撃をしてハグレメタルの剣で火力を出すか、どっちかだな。効かねえほら効かない。1回攻撃、2回攻撃か。なんかそんな気がしてきたんだよな、ベイギラマー。あれ、薬草っていけ、魔法トラ。ちょっときついな。確実に2回攻撃してくるね。杖アリーナ杖な。やっぱりキラーピアスを装備してから火力がめちゃくちゃ上がった。呪文は覚えない。ちょっと薬草の数44個か。あ、それなりにあるね。すぐなくなるけどな。あ、間違えた。まさかこんなに薬草が重宝するとは思わなかったな。なんもなさそう。なんもない。ミニデーモン、んー、どうする。イオラでいくか。効率撃。効率撃くらいだったら楽。この1個上になるとちょっときついんだよね。マーニャメラミにしよっかな。みんな火力が高えから攻撃でそこそこ倒せるんだよね。で、なんか上に宝箱が見える。これやった、小さなメダル。そこそこ小さなメダル増えたな。え、なんだこれ。ジャイアントバット、メラミンしよう。杖、ミカミックスとミネアの攻撃力が変わらないっていうのがいいな。あれ、はぐれメタルの剣だっけ、メタルキングの剣だっけ、なんかわかんない。はぐれメタルの剣か。あれ、メタルキングの剣みたいなのはないんだっけ。お、宝箱、よし。金640円。ライノソルジャー、ごついやつが増えてきたな。あー、メラにしちゃった。あ、勝て。スカラか、めんどくせえ。225ゲ、超めんどくせえ。ルカナン、ルカナン、やばい。固めて、こっちは守備力が下げられた。メラミ効かない。1、これやばくねえか。魔法で栄養だ。配信が出ればなんてことはないと思うんだよな。メラミオンね、絶対効かないってわけじゃないと思うんだよ。ほらメラが効いたからね、最初に。体制的な問題だと思うんだよね。で、一応階段があるけど、ちょっと左を見たけどなさそうだな。いきなりかい。2回攻撃のやつが多くなってきてるかな。ベギラマとかだってさ、6連発されたらさ、確実に全滅でしょ。甘い気。寝た。アリーナ寝たのは痛い。
よし、目を覚ました。ちょっとデフォイミで回復させつつ、イオラ使おう。ここはビビンバ効け。いや、ビビンバは絶対効かない系。あ、マジックパワーがあんまりないからこいつマホトラするんだね。力貯めているからの攻撃でしょ。ひどくね。いや、危ねえ。攻撃攻撃で、メラミだな。メラミでアームラインを倒そう。いや、マホトラがマジでうざい。すげえ吸い取られる。ミカミックス25、ライデイン。ちょっとライデイン使ってみよう。で、めんどくせえ、満タンしよう。最悪魔法の生成使っちゃおう。うん、ない。で、ちょっと広いな、ここ。げ、ブリザードマンとか。しかもめんどくせえ配置だな、またアリーナに左を任せよう。メラミ、おお、バツ、お、バツだ、弱え。ラリホー、一人残ってればもう大丈夫でしょ。線か、はぐれメタルじゃなくて、あれ、ちょっと待って、メタルスライムくらいは持ってるっけ。フェイスボールとか、何こいつ、雑魚か。あ、宝箱、これを回収しよう。素早さの種、それ種使う使う言ってさ、使ってないよね。使う使う詐欺してるよ。これも攻撃でいいな。で、メラミ、あっげー。耐性的な問題だな。めんどくせえんだよ。なんでアリーナ集中攻撃かってんだ。道具、マグマのくせ、ケチってこう。よし、ただアリーナに集中攻撃を食らったってことは、ベホミで回復させれば一発。そろそろベホマを覚えても良さそうだね、レベルとヒットポイント的に。あ、ライデイン使うって言ってたね。ゲー、超めんどくせえ。真ん中のやつ速攻に始末したい。2とか強すぎるでしょこいつ。何、天空シリーズ。あ、敵1人に稲妻か。まあいいや、使ってみよう。いいわ、効かなかったか。悲しすぎる。え、ミカミックス強くねえか。これ単純に防御力が高いから。ラヒテインが意外に役に立たないな。ん、なんかそれっぽいとこに出てきたけど、え、なんだ、階段もあるぞ。え、ちょっと待って、こっちは何もいけねえ。裏側に階段があるな。これ裏側から入れるってこと。上に階段が見えんだよね。ちょっとこっちの階段も見てみよう。ん？なんだなんだなんだ、下に落ちれそうだね、ここ。ちょっと落ちると戻れなくなりそうだから、どこだ、この裏か。で、階段登って、宝箱が見えんだよね。出たー。しかし早急に始末する。早い、ザキ、危ねえ、ゲッ、危ねえ。え、これってさ、ミミックだったら何にも持ってないパターン。うん、落ちれるな。そう、どっちかから落ちるんだよね。さてさてさて、じゃあどうしようか、右か左か、もうあんまり覚えてない。ああ、宝箱には行った。
魔人の金槌、これ呪われてんだよね。ミスか、会心の一撃か、あ、でここに来んのか。さっきの宝箱ルートだったってことか。じゃあ左から落ちてみようか今度は。ん、どこだ、もう一個上か。で左側は何にもなさそうだからこのまま落ちましょう。ぽい。でレバーがある。よいしょ、魔人像が動き出した。どういう仕組みだ。いやリアルにさ、どういう仕組みこれ。宝箱閉まってるよ、俺さっき開けたのに。こんなのがさ動いてるのさすぐ見れるじゃん、リバーサイドのみんな。あ、動いてるって。なんかあんまりダセえな。これ一応上画面もね映ってるんだよね、動いてるよ的な。でさらに落ちんのか、ここか。なんでわざわざさ上にジャンプすんの。まあいいや、これで逆サイ側に上陸できました。あれ、これ祠は祠じゃん、意味がわからん。もう魔人像帰ってっちゃったの、帰ってっちゃったっぽいね。待っててはくれないのか。これさ死ぬとさ、あれカロンっていなかった。一章のボスはピサロの手先か。あそこに城が見える、あそこまでたどり着きたい。ゲー、今度ガオン、どうしよう。イカズチの杖イオラ、イオラ意外に効かねえんだけど。こいつ魔法耐性強えな。バギマー、よし1400、すげえ経験値持ってる。まあ夜になっちゃったけど特にいっか。あそこに人がいる、こいつ戦う。うむ、おのれくせ者め、いやめっちゃ戦うわ。ベンガル、ここにベンガルの死体があるのかな。いなくなっちゃったけどよかったかな。で歩いてる分には敵は出ないのかな。お、人間め、牢屋から逃げ出したな。え、どういうことか、こいつそういうことかすげえトラップなんだけど。死神自体弱いからね死んでしまった、かわいそうに。ちょっと変幻の杖使うか。じゃあどこにある、一回道具整理しよう。あれ、もともともう袋に入ってる？あった変幻の杖。ばあさんじゃ意味ないんだよ。ちょっとめんどくせえな、この変幻の杖を探し出すのが。渡す。ミカミックスに持たせよう。よし、大目玉。こんなところで何をしてる。さっさと2階の会議室に行かぬか。会議に遅れてしまうぞ。なあ、おい、人間ってのは空も飛べないなんざ全く哀れない生き物だと思わんか。もっとも昔は人間たちも気球ってやつで空を飛んでいたらしい。お前も空飛べなくねえか、ミニデーモン。ここは誰かの玉座か。
ここにあるは我らがデスピサロ様の玉座。しかし最近デスピサロ様をこの座から追いやろうとする不埒な連中がいる。お前たちはそのようなよからぬ考えの持ち主ではあるまいな。ああ、一枚岩ではないってことだね。あ、復活してる。あれ、ちょっと待って、いけねえじゃん。あっちどこに繋がってんだ。アームライオンか、あいつ。ギャー、外へ出てしまった。まあいっか、復活してる。こいつ生き返らせてもらったのかな。あ、死んでいるぞベンガルみたいな。ちょっと待ってね、普通に移動する分にはまあ人間の姿でもいいでしょう。あ、あいつは絶対敵。よし、小さなメダル。一応話聞きたいからね、変幻の杖使うか。僧侶じゃ意味ないんだよな、これめんどくせえな。イエティみたいなやつ。くんくん、美味しそうな人間の匂いがするぞ。牢屋から人間の匂いが流れてきたかな。人間って美味しいの。あ、捕まってる。太らないように走ってダイエットしなきゃ。太ったやつから食われんのか。私はまだ痩せているから食べられるのは一番後だろうな。結局食べられることには変わらんぞ。祈りの指輪開けといてやろう。おお、神よ、他の人はどうなっても構いません。何卒私の命だけはお救いください。最悪だな。これ何、これ星のかけら。星のかけらって何。一応これ下に行けそうだね、両方とも。ちょっと隠し通路っぽいところから行こう。うわ、右側にすげえあれが見える。あんたこの城に忍び込んでよく食べられずに出てこれたね。分かった、変幻の杖で魔物に化けたんだろう。いや、俺は自分の力で切り開いてきた。なら教えてあげよう。変幻の杖ってのは何にでも姿を変える魔法の杖。聞いた話じゃエンドール地方の王家の墓に眠っている。なるほど、もし変幻の杖を持ってないでここに乗り込んだ場合はまずそこへ行けということを示しているんだね。ちょ、あれ、行けねえと思った。人間姿でもう一回話してみよう。こいつは変わんねえな。変わんねえ。もう開いてることに何の疑問も思わないのかな。牢が開いてるみたいな。んー、どっちだ。なんか右側になんか見える。け、ちょ、待て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 、なんだと。ではエビルプリスト様は本当にデスピサロ様を。ゲハゲハ、どうやら今度ばかり本気のようだぞ。デスピサロ様の一番大切なものを奪うために愚かな人間どもを利用するのだそうだ、ゲハ。うーむ、この勢いではエビルプリスト様が我ら魔族の王となる日もいよいよ。いや、人間なんですけど。ゲハゲハ、待って、誰かいるようだぞ。一応変幻の杖にしよう。ばあさん、よくばあさんになるな。あれ、今誰。いや、めんどくせえ、本当にめんどくせえこれ。またかよ、人間が多すぎる。いや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 、ようやく。見たことない顔だな、新入りか、ゲハ。我ら魔族の王は偉大なデスピサー様。どっち派なんだ。エビルプリースト派に寝返りそうだねこいつら。大昔我らの我ら魔族の帝王エスターク様は進化の究極を極めた。しかしその存在に恐れをなした天空の神によって帝王様は地の底に封じ込められた。ここはこんなもん。ん？ん？こっち？あ、どっちから来た？あ、そうで、ここ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 になんか見えるんだけどね、行きたいんだよね。どっから行くんだ？こっちではないしな。もうちょっとうろついてみるか。ここ。変幻の杖使おう。何に変化したか分かんねえんだけど。商人だし。これは荒くれ。またレッサーデーモンか。デスピサロ様は最近とても忙しげに世界中を飛び回っている。人間どもを滅ぼし我ら魔族が世界を支配する日も近いであろう。
デスピサロ働き者だね。でこう言ってさっきあれだったんだよね、出ちゃったんだよね一回外に。あ、こっちも行ける？あ、こっから行けそうじゃん。トラマナ使おう。ん？どこだ？え、これ自体は大して意味ない？あ、この地下から入っていくってことか。え、ちょ、待って。これは？メガンテの腕は？いらねえ。誇り高き魔族の民、ここに眠る。あ、結構優しいんじゃん。しっかりと葬ってあげてるんだ。で、ここに出ちゃったってことは、もう一回外に出ないといけなそうだね。じゃあ一回外に出よう。まあ、多分取るものは取った。ここルーラでね、あるはず。デスパレス。で、夜でもいいのかな？会議が始まるぞって言ってたけどさ、夜に会議が行われんの？まあ、魔族らしいっちゃ魔族らしいけど。で、どこで会議が行われんだ？え、こっち？いや、あそこも行けんな。なんかいろんなとこ行けんな、ここ。お、宝箱。みんなミミックいそうじゃん？絶対どっかに。宝箱はミミックだったみたいな。小さなメダル。お、宝物庫みたいな感じになってんね。お、風神の盾。強いのかって言われたらちょっとわかんない。ドラゴンシールのほらね、ミミック、ドラゴンシールドの方が使い道はありそうだな。こいつはなんでここで寝てたんだろう。アリーナいいね。これで終わりかな。ま、風神の盾がそれなりにレアだよっていうところではあったな。いや、そう、会議場に行きたいんで俺は。会議場に、いや、一回外出なきゃダメだ。何回こう出入りしてるんだ。あれ、あと行ってないとこってじゃあどこ？これ多分下に降りる必要はないと思うんだよね。一旦上に上がって、こっち側とかってなんかある？え？どこだ？ここは？どこに通じんだっけ？で、ここでしょ？ちょっと待って。あ、ここが行けるじゃん。で、ここか。変幻の杖使おうか。みんな目は節穴なのか、こいつら。目の前で変幻してる感だ。いた。アンクルホーム見た。強そうだ。ずっと留守だったデスピサロ様が突然戻ってくる。一体何があったんだろう。うん、まさか殺したはずの勇者が生きていたのが分かった。いや、そんなはずないよな。勇者あの時確かに死んだ。俺の席の後ろだ。あ、みんなに挨拶したら自分の席でおとなしくしてろよ。椅子にじっと座っていたらそのうちデスピサロもやってくる。ついに進化の表が完成したのかもしれないな。やれやれ、なんとか間に合った。後ろって何？こっちっていいってこと？本当に？え、ああ、まあ、デスピサロも下っ端のさ顔なんていちいち覚えてらんないかんね。正式に間もなくデスピサロ様がいらっしゃる頃だぞ。こいつ偉いのかな。司会進行。デスピサロって何？完全に空飛べんの？それともルーラーで戻ってきたの？ルーラー使えたっけ、こいつ。結構さ、出席者少なくねえか。聞いてくれ諸君、たった今鉱山の町アッテムトで大変な事態が起こった。地獄の帝王エスタークが人間どもの手によって蘇ったらしい。どうやら人間どもは気づかぬうちに地獄の世界を掘り当ててしまったらしいのだ。とにかくアッテムトだ。エスターク帝王を何としても我が城にお迎えするのだ。さあ行くぞ、諸君も急いでくれ。その報告だけにためにこうわざわざ戻ってきたのか。確かにデスピサロ忙しそうだな。骨、え、骨、お前もルーラー使えんの？とか飛んでっちゃったけど、なんでこいつはどこに飛んでってんだ。何、みんな魔法使えんじゃん。お前は魔法使えないのか。帝王エスターク様が予言通りついに復活した。いよいよ我ら魔族の時代がやってきたぞ。ジーン。司会進行役。何をしている？早くアッテムトに向かうのか。知っていると思うがアッテムトはキングレオ城の
北西の岬だぞ。いや知ってるよ、それは知っている。よしじゃあ俺も真似していくか。こっから人間たちはまだいるね。今が逃げるチャンスだよ。アッテムトってちなみにさ、あんの？ない。ってことはハバリアから行くか。一回寝てから。てかこれ魔物の姿のままだと人に話せないからね。うぬ化け物め、生きては返さぬぞと言いつつ戦闘しない。ひえ、魔物が町の中にもうおしまいだ。荒くれ者が寝ている。グーグー、ちょっと早くそのこれ解けないかな。結構長いね、変化の杖。こんな長かったっけ。解けた。完全に手のひら返すな。お金がいつの間にか2万2000円貯まってたんだけど、と言っても買うものがないからね。まあそんな感じで、じゃあ次はアッテムトへ行きましょうかね。でアッテムトに向かう前にちょっと種使おう。うん、種を使ってからアッテムトに行きたいと思います。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。